なんだ急に剣が重く。頼む、もう少しだけ私に力を。小僧、貴様は大きな二つの過ちを犯した。一つ目は貴様の致命的な力不足。おそらくその剣には人間の英雄どもの魂が宿り、お前に力を貸し与えているのだろう。だが強大な力を行使するには、それを使いこなせるだけの強靭な肉体と精神がいる。貴様もそれなりに鍛えてはいるつもりなのだろうが、かつての英雄たちの足元にも及んでいないのだ。それが証拠に貴様の体は負荷に耐えきれず、もはやズタズタの状態、完全な自滅だ。そして二つ目、貴様は戦う相手を間違えた。確かにかつて魔人族が恐れるほどの人間の英雄は存在した。だがそれはあくまで一回の魔人どもにとっての話だ。よく覚えておけ、我ら四人は最上位魔人なり、レゾナント。人間ごときが対等に渡り合える存在ではないのだ。見るがいい、英雄どももすくみ上がっておるわ。さ、話は済んだ。次は貴様の処分を決めねばな。本来ならば王族と我らに無礼を働いた者など、細切れにして魔界のインディラの餌にするのだが、ゼルドリス様のお目汚しになってはいかん。特別に心臓を一つ潰すだけにとどめておいてやる。その前に連れ帰らせてもらう。うん。貴様はよく無事に生き延びた、アーサー。ニャスニャスニャス。思念を送ったのはお前か。助かったぞ。マーリン、今すぐ俺に信仰の開眼をよこすんだ。エリザベスを救うため、お前が魔人王になろうとしているのと同じく、お前を救うために己の命を懸けている恋人と友がいることを忘れるな、メリオダス。マーリンってば、急にどこに消えたんだろう。残飯あさりじゃね。一緒にいるのはアーサー王？マーリン、本当にキャメロットに乗り込んだの？ねえねえ、すまないが、アーサーの怪我を治してやってくれ。ええ。キャス、おめえすげえ怪我じゃんよ。僕は平気、アーサー無事なら。ざまないの、うたた寝の。小僧にしてやられた挙句、小娘にも逃げられるとは。少々油断したまで、この次はない。それに小僧は今始末する。お？アーサー様？うん、
計り知れない素質と未知の魔力を秘めた少年だった。初めて会った時、私は運命を感じたのだがな。あ、結局その秘めた可能性を引き出してやれなかった。アーサー、お前は私に未知の世界を見せてくれるのではなかったのか。お前の魂は今どこにある？私の目の前か、まだ体の中か、それともお前の魂も血もあまたの英雄同様聖剣に吸収され、もう次の主を選ぼうとしているのか。そんな若造がいなくとも私があなたをお守り。違う、アーサー王のことは残念でしたが、あなたにはこの私がついております。アーサー様はあなたにとってかけがえのない存在だったのね。私にとってのメリオダスのように。人間はあまり長い時間を生きるものではないな。こんな時どんな表情をすべきか、自分の感情がどんな状態なのか、まるで忘れてしまった。今はただ目の前を闇が覆っている。キャス、そうしょげんなよ。お前の気持ち痛いほどわかるぜ。わかるけど元気出せよな。キャス、あさ、僕に嘘ついた。なんで、なんで、なんてだ。どうしたの、マリン。ねえねえ、また一人で泣いていたのね。マーリンに祝福を。ねえねえ、許してね、何もしてあげられなくて。懐かしいな。ん？どんなに孤独を感じていた時でも、このまじないでいつも心が救われた。マーリン。涙だ。これは驚いたな。430年ぶりだ。え？メリオダスの創作料理、マジンガエルのレバーケーキを食した時以来か。さて、ねえねえ、城へ向かおうか。今度の作戦の確認は決して怠れん。ねえねえにはかなわんな。え？私には女神の洗脳術すら効かぬというのに。無理だけはしないで。いや、無理はしてでも必ずネーネーの呪いを解き、メリオダスの魔人王化を食い止めよう。これ以上大切なものを失うことは私自身が許せん。もう終わりだ。記憶が戻るまでそう時間はかからねえ。記憶が全て戻れば、エリザベスは3日で死ぬ。エリザベスが死ぬって冗談だよね、団長。それが俺たち2人の運命だ。もう黙ってる必要もなくなった。お前らに全てを話す。俺の3000年の旅の目的を。今から3000年前、聖戦の最中、俺とエリザベスは犯した罪から奴らに罰を受けた。魔人族でありながら女神族の手を取り、
さらに同胞を裏切り殺した罪。女神族でありながら魔人族と結ばれ敵をも救った罪。罰？一体誰に？二人の神。魔人族を滑る者、魔人王と女神族を束ねる者、最高神。奴らの圧倒的な力の前になすすべもなく、俺たちは命を落としたはずだった。どれくらいの時間が経ったのかわからねえ。一日なのか数日だったのか。俺は目覚めた。傷ついた体はすっかり元通りになっていた。だがエリザベスは傍らで死んでいた。自分たちに何が起きたのか分からず、エリザベスの遺体を抱いて泣き続けることしかできなかった。俺が意識を失っている間に聖戦は終わっていた。そして俺は少しも年を取ることがなくなっていた。あてもなく一人聖戦の爪痕残るブリタニアをさまよい歩く中、俺たちは再び出会った。そこには死んだはずのエリザベスがいた。翼こそないが間違いない。直感で本能でそう感じた。そう感じたのは俺だけだった。蛮族に生まれたエリザベスはすぐに俺に打ち解け、好意を寄せてくれるようになっていた。ある日エリザベスの右目に変化が起き、同時に力に目覚めた。女神族の文様とともに発現した癒しの力、女神族の魔力だ。俺は確信した。やはりエリザベスの生まれ変わりだと。前世の姿や声、名前までもがそのまま転生するなんて、今にして思えばおかしな話だが、俺はただ喜び、懸命にその話をエリザベスにした。それが引き金となり、エリザベスは断片的に前世の記憶を取り戻し始めた。やがて、左目にも文様が浮かび上がると。私、全部、思い出したわ。よかった、エリザベス！よく聞いて。私たちは呪いを受けたのよ。呪い？一体、どんな？教えてあげる。でも、その前に約束してほしいの。何があっても、
たとえ私がまた死んでもいつかこの呪いを解く。何言ってんの。誓って。分かった。たとえお前が死んでも俺はお前との約束を果たす。ありがとう。じゃあ話すね。その3日後、エリザベスは俺の目の前で死んだ。あなたの父と私の母が私たちにかけた呪い、永遠の生と永劫の輪廻。あなたは二度と年を取ることもなく、たとえ死んでも蘇る。私は人間として短い生を繰り返す。その度に前世の記憶を全て忘れて、万が一前世の全ての記憶を思い出してしまったら、何があろうと、何に守られていようと、必ず3日で死ぬ。それだけじゃないわ。転生するたびに私はあなたと出会い、恋に落ち、あなたの目の前で必ず命を落とすの。それから3000年、107人のエリザベスと出会い過ごしてきた。あるエリザベスは、メリオダス。どうしたエリザベス。やっぱり呪いは解けていないのね。幼くして記憶に目覚め、エリザベス下がりなさい。俺の目の前で。またあるエリザベスは、あなたは不思議な人ね。まるであなただけ時が止まっているかのよう。メリオダス、私が死んだら私のことは忘れて、いい人を見つけて。一生記憶を取り戻すことなく、目の前で静かに息を引き取った。そして今のエリザベスが生まれるきっかけになった。16年前のダナフォールでの出来事で、よく無傷で済んだものだな。この気配、さすがと言っておこうか。エスタロッサ。よう、仲良し4人組のサリエルとタルミエル。デュドシエルの堅物はどうした。あと、なんだっけ、マエル。おっと、わりわり、マエルは俺がぶっ殺したんだ。お？私たちは一人であなたたち実家二人分の実力を持ってるの。あなた一人を始末するくらい朝飯前。いや、行ってくるんじゃねえか。へえ。ガー。キリング操作。はあ。四大天使最強の男を殺した俺に、てめえらごときが勝てると思ってたか。竜巻と大会の恩寵を披露する暇もなかったな。さて、ならば見せてやるさ。我らが恩寵をもって
同胞マエルの仇を討たせてもらう。3000年前の仇討ちとは、女神族もねちっこいよな。揃って済ました面しながら俺を焼くような像がじりじり伝わってくるぜ。本来なら俺の慈愛の前で憎悪を抱く者は何人をも傷つける術を失うはずなんだが、最高神の加護を受けた四大天使にゃ聞かねえ。そうだよな。だから不思議なわけ、あなたごときにマエルが殺されたことが。そんな簡単なこともわからねえ方が不思議でしょうがねえよ。俺が強えからに決まってんだろう。君ごときがこの僕に触れられるとでも思うかい？これが恩寵なら大したことはねえな。慌てるなよ。神の領域にようこそ。そこは僕らの恩寵によって作り出された空間さ。でもぶち壊してやるよ。やめときなさい。いくら暴れてもそこからは脱出できないの。大会に唾吐いて竜巻にため息をつくようなものよ。復讐は今果たされる。竜巻と大会に引きちぎられ、生ずる雷に打ち砕かれよ。魔人族をも再生不可能な分子レベルまで分解する。消滅をもってマイルを殺した罪をあがなうがいい。じいい